一杯。その日本酒は世界を一番うならせた。チャンピオン酒を獲得、福島の酒。福島プライド。日本酒の一番先を作っている人たちがいる。3年連続金賞受賞数日本一、福島の酒、福島プライド。常に毎年毎年、去年よりいいもの、去年よりいいものっていう、福島のやっぱりこう技術力っていうのは本当にこう他県には負けていないというか、本当に日本一のこう技術を持っていますし、負けたくないという、他の蔵にも負けたくないっていう、その思いっていうのがあるので、やはりこう金賞の数につながっているのかなというふうに思います。テイムラっていうところでできる酒っていうものを第一に考えて、風土だったりその土地のなんか伝えれるものをお酒と一緒に発信できればいいなと思いながら酒造りをしています。で未知のですね、新しいものにですね、遠慮なく挑戦して、そのまあ良し悪しを我々が判断してですね、そしてまあそれを、まあ、データを蔵に還元するということをやらせてもらってるんです、なのでやはりこう新しいものには遠慮なく挑戦するっていう、それはありますね。うちは海の男酒っていうのをちょっとキャッチフレーズにしてますので、やっぱりなんだかんだ海のものだったら浜のものだったらうちの酒と試してもらいたいっていうところは強く思ってます。私は浪江町のその味っていうのをしっかり表現していきたいと思ってます。この魚が食べたくなったっていう時にはどんな魚かっていうのもちょっとしっかり思い描けていただけるとありがたいなと思います。日本酒の文化の、牽引役というか先導役というものを、福島県の酒が引っ張っていくことができればなと思って、その一役を担えればいいなと思ってます。